へと前、風が今年。デイバッド中を探しても、唯一無二の交通機関、純粋船へようこそ。この船は、ポートロマリタイムから出発して、コンテーヌ艇に行くよ。この航路は基本的にあんまり乗客がいないからお好きな席にどうぞ。でも乗客マナーはちゃんと守ってね。例えば尖った道具を座席に平らに置かないこと、それとパンパンのお弁当箱を持って乗るのもダメ。そういうのが原因で揉め事を起こした乗客がいて殴り合いにまでなったんだよ。まもなく今回の終点、フォンテーヌ艇純粋船セントラルポートだよ。荷物をしっかり持って降りるときは、波止場とデッキの隙間に気をつけてね。一部の国ではジェスチャーで乗客を祝福するらしいけど、メルジーナにはそういうマナーはないんだ。でも一部のメルジーナはエリナスに向かって帽子を脱ぐよ。帽子がなくても目線で敬意を示すんだ。お客さんたちに幸運があらんこと。また会える日を楽しみにしてるよ。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。